お集めいただきありがとうございます。今日が初めての方、そして顔見知りの方々がたくさんいてくださってますが、3時半頃まで歌っていこうと思うので、リクエストを聞いた時はこの曲歌えるとか、このアーティストさんで何か歌える曲がありましたか、聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。できる
知らない方も多いと思うんですけど、関東中心に音楽活動やってますアイアイと申します。愛媛から上京して去年から音楽活動始めました。ぜひ気になってくれた方この中にいらっしゃいましたら、ぜひ SNS フォローしててください。よろしくお願いします。関西から関東に上京して1年ほど経ちます加藤優と申します。日頃は、関東エリアで活動させていただいてるんですけど、関西ではなかなかできなかったこちらの方にも来させていただいたので、よかったら皆さん1曲でも多く聴いて帰っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、今の初めてやった割にはめっちゃ綺麗に乾杯です。どうでした？どうでした？ハモリ違和感なかったですか？即興ハモリでしたか？さすがだ、すごい。あ、もうバラード縛りなんでよろしくお願いします。そうだ、今日も。あ、バラード縛りなんでもう喉が終わっておりまして、あとは封印で。あの、聞きたい人多いやろな。あれ、しゃ歌えへんからやけど、あと専門じゃないから。待つ続けた季節は
ずっとこんな可愛いんだけど、それ撮ってほしい。はいはいはい、そうだ、もう探してた、ずっと音探してた。さっきなんか動画やられてるんですか。ちょっとこの曲難かったわ。知ってるんですけど、なんか腸がね、ちょっと難かったですね、なんか。何か探せなかった。何か聞きたい曲ある人。はい。キロバニラ、あー、待ってくださいね、アリンポイント、歌い始めにアリンコが登ってきた。じゃあ、キャナイ、キャナイのバニラさん、バニラさんちゃうわ、キャナイさんのバニラ。心から、いつでも、どこでも、君
こ行ってもろて。そんな耐えれない。ここにアンプ乗ってたらやばいやばいよ、8キロ上がるの。わかんさすがにやばいと思う。高さが違うからさ、声が違うんだよ。ではですね、最近 TikTok の方でちょっと再生が回りました。中島みゆきさんの銀の竜の背に乗って歌いたいと思います。You
ました。
どうしても後悔は
いいなと思ってくれた方は SNS 見てってくれたら嬉しいです。アイアイと申します。
とうございました。どうぞ終了です。ありがとうございました。Bye.
聞きたいな、もっとシャワー。
てく過去は鮮明で見せたい未来を繊細で過ぎてく君にはどうかな君へ目元が
はいい子や一生許さんけどな、落としたら確認、なんかここら辺に落ちた気がして。
リクエストある方。I'm not afraid.
出論の苦しみですこれは決して体調が悪いとか喉が痛いとかじゃなくて出論の苦しみを表現しました失恋の苦しみでした。今のはいいですか皆さん。失恋です。今の失恋を私がポテンポで返すわ。はい、お願いします。
3曲ほどになるかと思いますので、皆さんもしよかったら最後まで聴いていただけると嬉しいです。飲み物ない人いませんか？大丈夫ですか？影になってても熱中症になるときはなるんです。何ですか？堀さん？お二人とも最初はこの後歌うさ。あ、オッケー。アウト。どうぞお姉さん。
Oh,
だ、ね、見ていらっしゃらない方は1回でも見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。では次がラストソングになります。このツールーズの最後の曲なんで、しっかり盛り上がってほしいです。手拍子、体の跳ね、しっかりお願いしますね。跳ねてください。跳ね方が、おじしかおらんから無理やって聞こえた。聞こえない。無理です。お手すきの方は手拍子からでもよろしくお願いします。お手すきじゃない方もよろしくお願いします。Oh!
切ってる説両方ある、マジで。ということは、次大阪のツーマンライブの会場で聞くハードっこいはもう元気いっぱいということで、 あそこ大阪でいっぱい聞くから多分大丈夫、絶対お願いします。本当に絶対ハードっこいですよ。わかりましたか皆さん。9月15日今から空いてる人、もしくはまだ9月の予定決まってないよっていう人は開けてください。絶対ハードっこいしに来てください。昨日会場見に行ったら本当に綺麗で、いろいろ楽しいことができそうな会場だったので。そう、私ら昨日ホテルで疲れ果てた中で2人で打ち合わせしたけど1時間ぐらい打ち合わせしたよね。え、めっちゃほんまに楽しい。死にかけながら打ち合わせしましたんでね、楽しいこと、楽しい日になること間違いなしです。皆さんいいですか。絶対公開させない、絶対公開させないんで、絶対来てください。来てください。予定が空いてる方ぜひともお願いします。来てくださる方はこの後ね声をかけていただけると嬉しいので、よろしくお願いします。テールチケットあるので、まだ買ってない人買ってください。テールがね、今日あのマネがいないんで持ってないんで、持ってませんあのマネのアカウントを私の口から教えるので、そちらに連絡していただいたら家に届くようにさせていただくので、ぜひともよろしくお願いします。はい、昨日マネは持って帰りました、今日は1時間半ですかね、路上ライブの時間本当にありがとうございました。この後ね、ちょっと集合写真を撮りたいなと思うので、このまま皆さんギュッと真ん中に寄っていただけると嬉しいです。ぜひ皆さん写って、数を増やさせてくださいいっぱい人がいたんやっていうこと、キュ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 と呼んでもらって、そうやね、その辺でお願いします。あちゃんとあれここ入るんで、はい、そうね、あ、なんかそこで聞いてたか聞いてないかわからんお兄さんたちもいたからこっち来てくれたら嬉しいです。ピクちゃん、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 あ、行っちゃうの？日本人じゃないの？行っちゃうの？お兄ちゃん、日本人じゃなかった。はい、どうぞ。じゃあ皆さんギュッとなってください。じゃあみんな中に戻って、また？結構さん、すごいよ。